ベースに使うのは100均の木製トレイです。これを裏返して使います。角が45度で接続されているものがおすすめです。紙にサイズを写し取ります。切り出した紙の上に車両を置き、レイアウトを決めていきます。車両をぐるっと囲むように円形にベースを描きます。ベースの上に島状に地形が載っていますので、このような形をアイランドベースと呼びます。3ミリ厚のスチレンボードを用意しました。下書きを写し取ります。一部は高さを設けました。プラ板を細く切り出して周囲に貼ります。瞬間接着剤を使い、少しずつ貼っていきます。つなぎ目は瞬着パテで埋めます。地面は色素粘土を使います。剥がれやすいので木工ボンドを塗って貼るのがポイントです。できました。荒っぽいですが問題はありません。周囲のはみ出しは水拭きできれいにしておきます。黒サフを拭いておきました。マスキングをしたらテクスチャーペイントで整えます。このテクスチャーペイントを塗ることで粘土の隙間が埋まります。筆が激しく傷みますので、ヘラで塗っても良いでしょう。土の表面を再現するのは荒木田土。ホームセンターの園芸コーナーにあります。茶こしを使って細かい砂を取り出します。そのままでは均一すぎるので、鉄道模型用のバラストをブレンドしました。まず最初にボンドを直接塗ります。それから指でつまんで巻いていきます。水溶きボンドを用意しますが、アクリル溶剤を加えるのもおすすめです。表面張力がなくなり浸透しやすくなります。あらかじめボンドを塗っていますので、このようにボンド水を垂らしても土が動いてしまうようなことはありません。乾くとこんな感じになります。これで地面が出来上がりました。次はグラスマスターを使って草を生やしていきます。糊は専用のものを使います。私のものはなぜかとても粘り気が強いです。これが正しいのでしょうか。草を植えたい場所に塗っていきます。使うのはこの2つ、4ミリ程度の短い草です。2色の色を混ぜていきます。これをアプリケーターの中に入れて、片方の電極を当てて巻いていきます。サイドの部分は放射状に広がっていますので、指で起こしておきましょう。できました。このまま固めていきます。くっつかなかったものは集めて再利用できます。残りは掃除機できれいにしておきましょう。次は9ミリ程度の長い草を植えます。固まった下草に直接ボンドを塗ります。乾いた草はかなりの強度があり、粘度の高いボンドをこのように塗っても剥がれたり倒れることはありません。長い草は出にくいので強く振って落とします。
逆さまにして起こすのも手です。爪楊枝で立ててもいいですね。とにかく長い草は植えにくいです。電極をしっかり刺して頑張りましょう。なんとか出来上がりました。その他の草を植えていきます。以上で草の完成です。枯葉などの素材を巻きます。これを巻くと一気に草の実感が高まると思います。砂利を巻いていきましょう。3種類の模型用バラストを使います。3つを比率を変えて少しずつブレンドしておきます。ピグメントを混ぜます。ピグメントの効果は絶大です。あっという間にリアルな砂利になりました。道の真ん中部分は細かい砂利を選んで巻きます。両サイドはそれよりも大きい砂利を巻きます。面倒になりました。草の上に乗ってしまった砂利は掃除します。草と砂利の境目に下草を巻きます。境目に巻いているのがお分かりいただけますでしょうか。接着には専用のサンドグルーを使いました。かなり強力に接着できて粉末感もしっかり残るおすすめの品です。大きい砂利もこの通りしっかり固着できています。最後にピグメントを巻いて色味を整えます。砂利がしっかり固定されていれば筆で直接塗りつけてなじませることができます。最後はブロワーで余計な粉を吹き飛ばしました。ウェザリングカラーのグランドブラウンを薄く溶いて飛沫を飛ばします。以上で完成となります。最後のピグメントは接着していませんが、砂利に絡んでいるので取れることはありません。この瞬間がたまりませんね。気持ちいいです。木製ベースについてご説明します。まずは紙ヤスリで軽く整えます。オイルステンを塗ります。ボロ布を使って染み込ませるように塗ります。何度か重ね塗りを行います。深みを出すためクリアーレッドを使った秘伝のタレを使います。こちらを2回程度吹き重ねました。ツヤを落ち着かせるために半光沢を吹き付けます。出来上がりました。ベースはゴム系接着剤で取り付けます。慎重に位置を決めます。できました。それではベースに取り付けましょう。3ミリの穴を開け配線を差し込みます。裏面の配線はグルーガンを使って取り付けました。話が前後しますが、車両にはナット受けを作っていました。友人に作ってもらった 3D プリントの品です。穴を貫通させておきます。
長い3ミリネジを黒く塗りました。突き抜けて内装を壊さないように調整します。地面にしっかりと食いつきました。点灯チェック OK です。室内灯はスイッチを別に設けました。走行中はつけないので観賞用として使います。最後に綿を使って土煙を再現します。小さく手でほぐして取り付けます。厚紙に剥がせる糊を塗ります。形を決めた綿を取り外していきます。これで形状と配置が写し取れました。まずはウェザリングカラーのサンディウォッシュを吹き付けます。次にグレイッシュブラウンを底の方に吹き付けました。塗装完了です。形状と位置を守って取り付けていきます。砂利に絡むので接着はしていません。最後にグレイッシュブラウンを使ってなじませます。タイトルプレートを木工ボンドで取り付けました。以上で完成です。いかがでしたでしょうか。慣れないカーモデルに初めての電飾ととても苦労しました。でも苦労の数だけ自分の引き出しが増えたように思います。作品が完成した時の達成感はいつにも増して大きかったですね。この動画が皆様の模型ライフのお役に立てば幸いです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。